様、なぜ尻尾を巻いて逃げるような真似をした。仕方ないじゃない。超時空トーナメントのダメージが残っているあなたたちでは到底勝つのは無理よ。それにしても時の海王神様、あいつは一体何者なんだ。あいつは魔人オゾット。私たちもずっと見つけられずにいた恐ろしい相手よ。まさかあれほどの力を手に入れていたなんて。おそらく多くの人を吸収したんでしょう。吸収するたびにそのものの能力も手に入れられるようでしたし。神狩りとか言ってたな。だからピッコロも吸収されちまったってことか。地球のみんなも海王様たちもか。悠長にしていられないわ。急いで回復してオゾットを追いましょう。あのオゾット、貴様何をしに来たんじゃ。あなたの力もいただきに来たのですよ。お前たち、オゾット、貴様こいつらに一体何をしたんじゃ。彼らは私の分裂体が変身した姿ですよ。さすが海王神、とても美味でした。いろいろな時空を飛び回っているとね、いろいろな方に会うんですよ。彼らを吸収し能力を得て、私は力を増していくのです。うん、ベビーと言ったかな。こいつもいろいろと素晴らしい能力を持っている。おい、少しはおとなしくしとけよ。パトロール中に厄介なもん見つけちまったぜ。こっちの時空にもいたのか、ベビーの野郎。おお、別時空の孫悟空とベジータ、こいつはいい。もう一人のオラたちとも会ったんか。ボコボコにしてやろうと思ったんですがね、逃げられましたよ。ん？こいつ何か違う。でも構いませんよ、あなたたちを食わせてもらいます。ちょっと強いぞ。かすり傷一つつけずにぶっ倒してやる。私はオザット、あらゆるものを喰らい尽くし、その力を手にするものです。そしていつか全宇宙を私の腹の中に。さらに私には分裂能力もある。やつらの相手はあの分身たちに任せて、まずはあなたからいただきますよ。うわー、ダメだ。おっと、貴様らは私たちが相手する。行かせませんよ。なんだこりゃ。奴の気をたどってきたのはいいが、こんなことになってるとはな。なんてこと、これもオゾットの仕業。倒れたナメック星人が一人もいないということは吸収されたんだろう。地球の神にもなっていた種族だ。あの野郎が好みそうだぜ。ん？この木は
オゾット。美味。やはり神となる素質のある竜族の味は格別ですね。さて、最後に生命エネルギーに満ちたこの星をいただくとしましょうか。おい、オゾット、ナメクセのみんなを、よくば。またのこのこと、私の力が分かってないようですね。今度は前のようにはいかんぞ。こっちはフルパワーです。おお、これは凄まじい。やはりあなたたちの力は欲しいですね。うん、この二人を倒してしまうとは。孫悟空、ベジータ、どちらの時空でも食らう価値があるようですね。お二人とも、私はここで失礼させていただきますよ。何？私は今分裂状態にありましてね、各地で一気に狩りをしている都合上、力が分散され本領を発揮できません。そこで一旦私は引くことにいたしました。ふざけるな。そしてあなたたちを招待しましょう。我がオゾットの館へ。オゾットの館？オゾットの館はいわば私の本拠地。そこに行けば私は本領を発揮できると言っているのです。この強い気もまだ本気の力じゃないってことか。分裂しているんですよ。だから集合しなくてはね。それに吸収された仲間たちを助けたくはないのですか。その館にみんながいるっていうの？その気になってくれたようですね。ではオゾットの館への道案内を置いていきましょう。さあ追ってらっしゃい。待っていますよ。おい、